はい。どうも、山田キュラーです、えー。今回の動画はですね、まず、あのー、こちら、こちらがね、えー、ルミックス S5 になります。はい。そしてですね、こちら、えー、こちらがニコン Z6 になります。はい。で、今回はですね、あのー、10ビット、10ビットでの映像をね、ちょっとチェックしていこうというふうに思ってまして、で、今現在ですね、 えこちらの、まあ、ルミックス s 5こちらは4 2 2 1 0ビット、まあ、4 k 3 0 p、まあ、こちらのね映像になります。はいでねあのフォトスタイルかなフォトスタイルはスタンダード、まあ、ノーマルの状態で撮っているという形になっています。ニコン Z6 ですけど、でニコン Z6 はですね、あの1 0ビットはあの内部記録ねできないんですよね。 まあなので、ここにですね、今、Ninja5 を使って、10bit の撮影を行っています。はい。で、ニコン Z6 に関しても、これはね、ちょっと、プロファイル使っちゃってますけど、普段からね、いつも撮っているスタンダードのカスタムで撮っています。という形で、今からね、見ていきたいと思います。 でまずですね明るさの違いがねなんかある感じがするんですけどつけてるレンズっていうのが、まあ、まずねルミックス S5 はキットレンズの F3.5 から5.6の2060のレンズですねはいでこちらはですね今同じ画角にするために 24mm の画角で撮っていますはいで F 値に関しては、まあ、表示で出てるのは3.8になっています で、ニコン Z6 に関してはですね、F4 同士の標準ズームレンズをつけています。で、こちらもね、24mm の画角で撮っています。それぐらいかな。まあ、ただね、あのー、ほぼほぼ同じ画角でですね、で、F 値が S5 の方が低いにもかかわらず、なんかね、暗い気がしますね。どうも。はい。で、まあ、 ここでの差っていうのはですね、あのマウント径がね、大きいニコン Z6、まあ、こちらの方が明るく撮れるんじゃないかなというところですかね。まあ、ちょっとね、その同じ値で撮っても、まあ、ここまでの差があるよというところですね。あ、で、忘れてましたけど、ISO 感度お互い、ISO、えー、感度両方ともですね、えー、640に合わせています。なので、ほぼほぼね、設定は合わせているつもりではあるんですけど、 ちょっとね、明るさが違う感じがありますよね。まあ、ちょっとね、私がこうモニター越しで見ている限りではそ、そのように見えるというところで、ちょっとね編集画面では、同じぐらいの明るさになっているかもしれないですし、実際のところはね、まあ、しっかりね編集の時に見てみないとわからないかな、はい、になるかと思います。はい。でね、まあ、今回見ていきたいのはですね、まずこの10ビットがどんな色味になってくるのかっていう部分と、 で、まあちょっとね、いろいろこう、S5 の方も試してみたいというところがありますので、そのあたりをね、見ていきたいなというふうに思っています。はい。あとね、もう一点、あのー、お知らせなんですけど、えー、S5 用にね、購入した SIGMA のね、2470F2.8 のレンズ。こちらなんですけど、ちょっとね、不具合により返品することになりました。はい。で、それはですね、 27mm、27ミリまあ、焦点距離が2 7ミリ以下に回らなくなってしまってですね、あのちょっとこう引っかかるような感じだったんですよね。でも、どんだけこうやっても、その2 4ミリね、もうならなくなってしまったので、まあ、これはちょっとあの初期不良と言いますか、もともとちょっとあのー、外れを引いてしまったんかなというところで、返品扱いになりました。はい で、まあ、代わりにね購入するレンズっていうのがパナソニックルミックス純正の、えー、24mm105mm のレンズを注文しました。はいということでね、あのー、またね火曜日に届くんですけどまたこう純正レンズに変わったっていうところでまたねそれはそれで見ていきたいと思っています。はいまずは、えー、このね、お互い点ビット同士での絵作り。 どうですかね。はい。で、えー、今度はあの、ログ撮影ですね。を見ていきたいと思いますので、まあ、双方ですね。ログ撮影に切り替えたいと思います。はい。えー、続いてですね。こちら、l u m i x S5 がですね、えー、Vlog 撮影ですね。Vlog 撮影で行っています。はい。で、続いて、 ニコン Z6 に関してては N ログで撮っています双方ですね、えー、ログ撮影で撮ってはいるんですけど、ルミックス S5 に関しては、えー、ISO 感度640スタートというところにはなるんですけど、まあ、Z6 がですね、N ログにすると、えー、800スタートになってしまいますので、まあ、ISO 感度も800同士に合わせています。というところですかね、間、まあ、違いとしては。 で、あとは、あのちょっと忘れてましたけど、ニコン Z6 に関しては、10ビットになるとですね、10%ね、クロップされてるんですよね。まあ、そこでの,あの画角の差はあるかもしれません。で、えー、ちょっとね、ラットは、それぞれ違うラットを当てるしかないので、はい、まずは S5、えー、S5 のラットを当てると、まあ、こんな形になります。 S5、はい、のね、ラットを当てた状態、どうですかね。はい。まあ、あのー、いろんなラットをね、まあ、当てることができるので、まあ、だいぶフォーカス乱れてるな。なんでこんな動くのこんなに動くはい。で、続いてですね、ニコン Z6。まあ、こちらのね、N ログ撮影になるんですけど、ラットをね、ニコン純正の 3D ラットを当てるとこんな色味になりますはい、えー、いかがでしょうか、まあ、これはねあのかなり2個もねしっかり作り,作り込んでいる、まあ、ラットかと思いますので、まあ、とてもね綺麗に映ってるんじゃないかなというふうに思いますどうですかね、まあ、ここでの差があるよというところになりますねちょっとね ちょっと S5 のね、フォーカスがちょっと乱れすぎなので、これどうしたらいいんかな、これ。やっぱりもう連続動作オフにしないとダメなんかな、これ。ちょっとここの辺がね、痛いですよね。だいぶワブリンク起きてますよね。ちょっと設定変えるか。何がいけないの、これ。 ちょっと中央にした方がいいのかなこれねはい、えー、S5 のねオートフォーカスを人物ではなくて、えー、真ん中のね1点に変えてみました、まあ、こっちの方がね安定性が高いかもしれないですねまあでも動いてるかいやーこれは本当でもちょっとねオートフォーカス使いにくいなやっぱりで型やね Z6 はほぼほぼ あの大丈夫かと思います。はい。まあ、そんな乱れることは、まあ、たまにね、ありますけど、まあ、ほぼほぼ乱れないはずなので、この辺のね、やっぱり、オートフォーカス性能の差は出てきますよね。続いて、まあ、私がね、こう、S5 でですね、やりたい設定っていうのが、まあ、やりたいっていうか、試してみたい設定っていうのが、HLG ですね。 HLG の動画の方が、まあ、ちょっと使いやすいかなっていう部分と、あとは、まあ、ISO 感度の部分も、いくつスタートになるんかな、ちょっとそ,れそこもね、まあ、見ていきたいと思いますけど、で、ニコン Z6 に関しては、まあ、その HLG の動画っていうのは、まあ、撮れないはずなので、まあ、そこはちょっと置いておいて、で、まあ、Z6 に関してはですね、まあ、あの、12ビットの、 えー、プロレスローがね、まあ、撮れるカメラになってますので、まあ、今回はねちょっとローはやめておきますけど S5 がね、あのー、ローにね対応したらその辺もねまた比較してみたいと思いますとりあえず、えー、S5 の動画の設定をフォトスタイルの設定を HLG に変えたいと思いますよっし シングルエイフちょっと調整しますね。これで。はい。こんなもんかな。はい。えー、今ですね、HLG のイソ感度ね、チェックしましたところ、400スタートになってましたね。まあ、なので、あの400にすればいいんですけど、ちょっとね、この今のこの環境下においては、まあ、800でもね、問題なさそうなので、 S5 も Z6 も、えー、ISO 感度は、ね、800の状態のままで撮っています。はいどうですかね、まあ、この辺りは実際に編集しながらあの絵作りだとか色味を、ねえー、見ていただいてあの皆さんの、ね、ご判断の材料にしてもらえたらなというふうに思っています。ニコン Z6 に関してはですねきっとレンズも S ラインの、ね、いいレンズがついているので まあそこら辺の差は出るのかもしれないんですけど、ただね、値段の部分で考えたら、もうほぼほぼ同等のね値段で販売されているカメラでもありますし、多分ね、今は Z6 の方はね、だいぶ安く買えるかとは思うんですけど、そんなところですかね。ちょっとあの、まずはね、編集してですね、 あの最終的に感想をお話ししていきたいと思いますはい、えー、1 0ビットのね映像をそれぞれ確認してみましたはいそれでね一番私が気に入った、えー、1 0ビットのね撮影方法というのがこのね HLG での撮影方法になります通常の1 0ビットで Vlog 撮影まあログ撮影の1 0ビットでこちらの1 0ビットの HLG はいでまあ、一番ねこう色補正がしやすいっていう部分とあとはこのパリッとした感じからこれもね一番しやすいなっていうところで考えた時にこのね HLG が一番ね使いやすいかなというふうに思いましたはいであとはですねメインアンタのね激しい部分でもこのね HLG はかなりね使えますので、まあ、その辺りもおすすめできるポイントになってくるのと であと、ISO 感度もですね、Vlog 撮影では640スタートなんですよね。はい、で、このね、HLG に関しては400スタートというところで、まああのー、やっぱり少しでも、その ISO 感度をね、下げた状態で撮れるっていうのは、ノイズの部分を考えたとしても、まあ、かなりね、使えるんじゃないかなというふうに思っています。で、 ただですね、今日、もう、このね、収録っていうのは次の日の夜撮ってはいるんですけど、で今日はですね、あの、昼間にですね、ドラムとね、ダンスの、まあ、コラボのね、動画の映像を、まあ、撮ってきたんですけど、で、その時に、このね、S5 を使わせていただいて、で、そのね、ちょっとね、雰囲気を出すために、もう、ほぼほぼライト一つで、暗いところでの映像をね、 っっていったんですよねでその時にそのこのね S5 の設定っていうのは ISO 感度5000はい ISO 感度5000にしたのにもかかわらずめちゃくちゃねノイズがね乗らなくて綺麗に撮れたんですよねはいその辺りが、まあ、本当にちょっと驚きまして実際撮った映像をね確認するとちょっとは多分ね ノイズ乗ってるんじゃないかなと思ったんですがいやーもうねこの DR ネイティブ ISO のこの機能は半端なく使える機能だなというふうに思いましたはいまあ、なので ISO 感度5000であってもノイズが出ないっていうことで考えたら、まあ、別にねそのログ撮影であっても、まあ、大丈夫なのかなというふうにも思います まあ、あのどちらにしてもですね、あのカラコリのしやすさを考えたら、まあ、私は HLG がいいかなというふうに思っています。はい、であとね、HLG の設定方法に関してはですね、1 0ビットでしかこれ使えないんですよね。はいまあ、なので、1 0ビットの設定の中で 4K60P の1 0ビット 4K30p の1 0ビットで 4K24p の1 0ト、まあこのあたりはこのね HLG が使えるようになるんですけどその1 0ビットにしてないとこのねフォトスタイルは出てこないんですよはいそういった形になっているのであのどうやって撮るのって思った時は1 0ビットにしないと撮れないですはいであとですね あのこのね、10ビットにしてしまうと、30分制限がね、出てくるんですよね。まあそこがちょっとね、ネックなポイントではあるんですけど、まあかなりね、特殊な取り方ではあるので、まあそのあたりはね、致し方ないかなというふうに思います。はい。でね、まあさらに上を目指すのであれば、まあファームウェアのね、アップデートが、まあ今後、まあ起きてくるかと思うんですけど、もう、ろう査定ですね。 もうその HLG の次を目指すっていうところで考えたらもうロー撮影しかないです。はい。で、そうなってくると、またさらにね、その色の調整の表現がまあ変わってきますし、でね、あの、ローで撮ることで、色表現のまあその解像度もどんどん上がってくるかと思うので、まあ、ちょっとね、手間ではあるんですけど、ありかなというふうには思います。で、まあ、逆に言うとですね、 やっぱりその NINJA5 を使わないとローが取れないっていうところで考えたときにまあやっぱりねめんどくさいのはめんどくさいとは思いますはいでこの l u m i x S5 に関しては10ビットが内部記録できるっていうところは、まあ、本当にね素晴らしいところになるのであのニコン Z6 はねもう10ビット10ビットからですね外部モニターを使わないと取れないということになっているんで Z6 はね、10ビット、12ビットローが撮れたりするんで、そのあたりはかなり優れたカメラではあるんですけど、まあ、やっぱりですね、カメラ単体で撮れる方が、まあ、本当に皆さん楽だとは思いますので、まあ、その部分での強みもあるかとは思います。あとね、えー、今回その、10ビットの比較を撮ってみて思ったところで言いますと、オートフォーカスの部分ですね。はい、もうここが一番、やっぱりね、 どうしてもネックになってきてまして、で、標準の10ビットで撮った場合っていうのは、まあ、オートフォーカスね、そんなに乱れることはなかったんですけど、ログ撮影で HLG に変えたときにですね、もうフォーカスがね、かなり乱れるんですよね。まあ、このあたりは、やっぱりその、コントラスト、特にね、ログ撮影っていうのは、 コントラストを下げた状態で撮っているんで、その部分でフォーカスが合いにくくなるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、なので、もうログ撮影とか、えー、HLG、まあ、そのあたりの撮影っていうのはですね、もうマニュアル撮影か、まあ、シングル AF、まあ、こちらを使うしかないかなというふうに正直思いました。まあ、本当にね、めんどくさいのはめんどくさいんですけど、ただ、まあ今日のようなね、お客様の撮影の時っていうのは、 基本逆に怖いのでマニュアル撮影でね撮るんですよねはいまあなので特にそのお動が使う時ってこういうその商品レビューとか何かしらこう表にねこう出したものをこう見てもらうっていう時に使われる表現であってまあ基本ね固定でいいとは思うんですよはい でまあ、動き物に関してはちょっとね、あのー、やっぱり AF に頼ることも必要になってくるかと思うんですけど、まあ、そのあたりは、まあ、またねちょっと実際に、ね、撮ってみてどういう映像になるかっていうのをねチェックしていきたいと思っていますあとですねあの今回、えー、実際ねお客様の撮影をした時に思ったのはですね、まあ、今もそうなんですけどマニュアルフォーカスの撮影は ルミックスが一番操作しやすいなというふうに思います。はいこれはね、ルミックス使っている方は当たり前の話かと思うんですけど、その他のねメーカーのカメラを使っている人たちっていうのはですね、マニュアルフォーカスっていうのは基本ね、そのフォーカスリングを使わないと合わせられないんですよ。はいなんですけど、このねルミックス S5 に関してはですね、マニュアルフォーカス設定にしていても、 フォーカスのね、オンを押せば、フォーカスがね、合ってくれるんですよ。一旦そのオートフォーカスが効いてくれるんですよ。まあ、その部分がめちゃくちゃ使いやすいですよね。はい。まあ、なので、いちいちそのピントリングでこう細かく合わせる必要がなくって、一旦オートフォーカスに切り替わって、フォーカスが合います。で、それで固定されますっていう状態になるので、そのあたりがね、使いやすいです。はい。まあ、なので、ちょっとその、 パナソニックさんのね、考え方がやっぱり動画寄りに考えられてるっていうところで考えたときに結局ね、最終的には究極いくとマニュアル撮影の方が、あのー、必須になってくるんですよね。オートフォーカスに頼りすぎるのではなくてマニュアル撮影で撮るっていうのがかなりね、あの重要なポイントになってくるかと思うので、まあ、今回も私は、えー、マニュアルフォーカスで撮っていましたしそういう意味でも オ、あのートフォーカス性能は悪いんですけどマニュアルフォーカスでの使いやすさはもう天下一品だと思います。はいというところでですねいろいろと今回もね発見が多くてですね、まあ、楽しめたんですけどまたねこれからも明日ねまたレンズが届きますし2405の、ね、レンズが届きますので、まあ、その辺りもまたね 検証ししててていいいいきききながら皆さんんんに、ね、お伝えできることとをどんどん、ね、発信していきたいと思っていますはいということでですね今回は1 0ビットのね撮影方法をチェックしてみましたこの動画が参考になりましたらグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします Twitter イ,インスタグラムもやっていますのでよかったらフォローしてくださいコメントもね気軽に残してくださいねそれでは次の動画でお会いしましょう さようなら。